新保守主義、アメリカ合衆国。アメリカ合衆国における新保守主義、新保守主義、ネオコンサバティズム、略称、ネオコンは政治デオロギーの一つで自由主義や民主主義を重視してアメリカの国益や実益よりも重いと理想を優先し、武力介入も辞さない思想。1970年代以降に米国において民主党リベラル派から独自の発展をした。 それまで民主党支持者や党員だったが、以降に共和党支持に転向して、共和党の高派外交政策姿勢に非常に大きな影響を与えている。の直訳として、新保守主義が使用されている。この言葉は形容矛盾であるが、元祖ネオコン思想家の一人であるノーマンポドレツによれば、ネオコンは元来左翼でリベラルな人々が保守倉替えしたからネオなのだ。として、 ジョージ・ W ・ブッシュなどに代表される、いわゆる旧来保守との区別を呼びかけている。略称として、近年では、ネオコンと呼ばれることが多い。これに対し、伝統主義などを提唱する旧来の保守派は、旧保守主義、ペイリオコンサーバティズムと呼ばれ、ネオコンとはしばしば対立してきた。アメリカ合衆国の新保守主義の源流は、後に、ニューヨーク知識人と呼ばれるようになる。 1930年代にハンスタ左翼として活動したトロツキストたちにまで遡る。彼らの多くはアメリカの公立大学の中で最も歴史のある大学の一つ、ニューヨーク市立大学シティカレッジ、シーシアンワイに学んでいる。シーシアンワイは高度に選択的な承認基準と自由教育により、20世紀初頭から中期にかけてプロレタリアのハーバード、 ハーバード・オブ・ザ・プロレタリアートと称されていた。それは当時、ハーバード大学をはじめとする、IB リーグの私立学校が、大多数のユダヤ系アメリカ人や有色人種たちに、監視、排他的な入試制度を持っていたからである。当大のニューヨーク知識人には、社会学者、ダニエル・ベル、政治学者、シーモア・リプセット、リチャード・ホフスタッター、シカゴ大学出身。 左翼から保守に移行した知識人を批判的に新保守主義を名付けたのは彼と言われている。政治学者、マーティン・ダイヤモンド、文芸批評のなどがおり、こうした人の中に、後にアメリカ新保守主義の創設者、ファウンダーと考えられている文芸批評家のアービング・クリストル、その妻であり、歴史家のラがいた。がって、 ニューヨーク知識人の中で新保守主義へと転向したのは一部に過ぎない。また、重要な人物としてが挙げられる。ポーランド移民である彼はトローツキズムの党派社会主義労働者党を第四、インターナショナルから独ソ不可侵条約締結とソ連によるバルト三国侵攻を機にソ連の国家性格やその帝国主義からの防衛の是非をめぐってレフトロツキーらと論争し、 社会主義労働者党から分裂してを結成する。ハリントンやハウは彼に魅了され、左翼になった後に転向第二次世界大戦後、シャハトマンのグループはアメリカ社会党の統一執行部を掌握して民主党への統合を主張し民主党に入り込むと党内最左派として全米自動車労組 UAW やヘンリー・ M ジャクソンの派閥などを基盤に活動していく。 人数的には少数派だったが、アメリカ労働総同盟、産業別組合会議、AFLCIO の会長や政府高官にメンバーを送り込んでいた。1970年代に入ると、さらに保守化し、シャハトマンの死後このグループは分解の方向に向かった。このシャハトマングループ参加のに入っていたのが、ジーン・カーク・パトリックなどである。シャハトマンの新保守主義への貢献は、戦前には、 トローツキストグループを形成し、青年ユダヤ人に知的公共空間を提供したこと、戦後はユダヤ人たちが米国の現実政治の中で影響力を与えてい、回路を作り上げたことだろう。なお、左翼からネオコンに至ったことで、両者に通定する何らかの部分があったとすれば、新保守主義の民主主義の輸出というコンセプトは彼らが青年期に進歩したトローツキズムの 革命の湯の焼き直しであるとしているが、これは全米民主主義基金が創設された当時左翼からの転校者が幹部にいたことから指摘されていたものである。最初の社会政策批評家の重要なグループが労働者階級から出現した後、元祖ネオコン、当時この言葉はまだ存在しなかったたちは、基本的に社会民主主義者か社会主義者であった。彼らは、 第二次世界大戦を強く支持した。ガンソネオコン思想家こと、アービング・クリストルやノーマン・ポドレズは、死に関係していた。初期ネオコンたちは、反スターリン主義であり、1950年代から1960年代、初頭の時期に、公民権運動、キング牧師を強く支持していた。しかし、彼らは、ジョンソン政権の言う、に幻滅を感じ、1960年代の、 カウンターカルチャーを軽蔑した。そして彼らは、ベビーブーマーの間、とりわけ、ベトナム反戦運動や震災翼運動の中に、反米主義が広がっているのを感じた。アービング・クリストル、コメンタリー元編集長、上級フェロー、高畑氏、ナショナルインタレストの出版社によれば、ネオコンは、リアリティに襲われた、リベラルである。ネオコンを支えているのは、共和党の親イスラエル。 シオニズム政策を支持するアメリカ国内在住のユダヤ、イスラエルロビーである。アメリカのユダヤ系市民は、アメリカの総人口3億人に対して600万人に満たないが、そのうち、富裕層の割合が多くアメリカの国防、安全保障政策に深く関わっている。歴史的に数多くの差別を受けてきた経緯からかつては、リベラル派の民主党支持者が多かったが、 民主党のビル・クリントン政権が進めた中東政策に対する不満から共和党に倶り返している有権者が多い。共和党の掲げる中東の民主化政策が結果的にはイスラエルを利することになるからである。また同時にイスラエルの右派政党リクードも共和党と利害が一致しているため手を結ぶことが多い。このような経緯から2001年に登場した。 共和党ジョージ・ W ・ブッシュ政権には数多くのネコンが参入しており、同時多発テロ以降の強硬政策を推し進めた。アメリカ合衆国の保守の立場を取る組織や個人の間では必ずしも利害が共通しているわけではなかった。特に伝統主義とリバタリアニズムはしばしば対立する。例えば、キリスト教精神に重点を置く伝統主義者やキリスト教原理主義者と 完全なる自由競争を唱えるリバタリアニズムの間で政治的対立を引き起こした。しかしリバタリアニズムを信奉する人物がキリスト教の中絶、原反対に賛同していることからもわかるように必ずしも両者が激しい意見の相違があると決めつけるのは誤りである。また外交政策や安全保障政策に重大な関心を払わない問答主義や 孤立主義を提唱する伝統主義者やリバタリアニズムの対外不干渉主義は反共主義者の積極介入主義との間で極めて深刻な政治対立を引き起こした。この保守思想の分裂を一つの大きな保守主義としてまとめ上げることに成功したのが1955年に創刊されたという雑誌である。この雑誌は伝統的な保守派だけでなくリバタリアンや ジェームズ・バーナムのような元左翼も集結させた点が特徴であった。この雑誌の編集者のは上記3つの保守派に対し、それぞれの問題の起因はリベラリズムにあると主張した。リベラリズムは反共主義者の嫌う共産主義を容認し、リベラリズムは伝統主義者の嫌う伝統の破壊者であり、リベラリズムはリバタリアニズムの嫌う大きな政府の支持者である。とし、 リベラリズムと対立する三つの異なる保守の合同に成功したのある。この試みは、1960年代のアメリカの保守主義運動と連動して、一つの潮流を作り出した。1964年、共和党大統領候補、バリー・ゴールドウォーターの有名な演説が行われた。保守派は、この演説を大歓迎した。そして、 このゴールドウォーター演説に影響された多くの保守派の政治家がアメリカの時代を担うことになる。また重要な指摘として、それまでの共和党は現在のような保守主義ではなかったという点がある。共和党が保守派を利用したのではなく、保守派が共和党を利用したというのである。これにより、共和党の保守化が進み、1980年代の レーガン政権誕生へとととながっていくこととなる。2001年、保守派は思いやりのある保守主義、共産党からの転向者のが思いやりのある保守主義の父とニューヨークタイムズで呼ばれている。を掲げ、それらの政治勢力に後押しされる形でブッシュ政権が誕生した。前述のような背景、思想を持つ人物がブッシュ政権の中枢を担っている。 ネオコンは自由主義、民主主義、グローバリゼーションを広めることとを理想とし、自由民主主義は人類普遍の価値観であると考え、その啓蒙と拡大に努めている。その例として、旧ソ連への色の革命や中東のアラブの春への関与が挙げられる。また、ベネズエラ、ボリビア、エクアドル、ニカラグアを中心とした本来派とも言われていた。 中南米の反米左派政権打倒にも動いており、中南米の新米右派勢力とのつながりも指摘されている。また、ネオコンは軍事戦略において、元トロツキストでランド研究所の重鎮、アルバート・ウォルステッターの予防戦争や限定戦争などの議論に強い影響を受けている。緊急時、同時手発テロなどには、アメリカの国防に何ら寄をしないとして、 ネオコンのジョン・ボルトンなどは、唯一の超大国アメリカはそれ自体が、世界の警察、グロボカップであるとし、湾岸戦争のような国際連合の、集団安全保障措置に批判的である。国連安保理決議による、事前承認のない全制的自衛権行使での、単独の制裁戦争と予防戦争を主張しているが、ブッシュドクトリン、敵であると批判されることも多い。有志連合は、 武力行使容認決議ではなくて、国際連合安全保障理事会決議1368を根拠として、集団的自衛権に基づいた多国籍軍として注目されたが、アメリカ合衆国はこの有志連合を恒久的に維持する姿勢を現時点では見せていない。オレンジ革命など俗に、旧ソ連権で色の革命と呼ばれる民主化ドミノモネオコンの援助があったと言われる。 特にネオコンにとって敵国だったソ連の後継国であるロシア、とりわけソ連崩壊を悲劇と断じて旧ソ連権を勢力権として維持すべくイラク戦争以降アメリカの一極支配体制に異議を唱えるロシアのウラジーミル・プーチン政権に対しては批判的である。また、冷戦終結時にミハイル・ゴールバチョフ氏と約束した NATO の東方拡大の抑制を破り、 NATO への東方拡大を実現させ、ロシアを念頭にしたミサイル等の設置も進めている。ネオコンは、バルト三国やポーランド等の周辺の、反ロ感情の強い国への支援を行ってきた。ロシアの近隣国であり、歴史的なつながりもより深いウクライナ、アゼルバイジャン、グルジア、モルドバには、反ロ同盟としてのグアムを結成して、ネオコンが関与しているとされる。また、 ネオコンの羊には、冷戦時代の高派だったヘンリー・ M ・ジャクソンのうなや、リチャード・パイプスラノに所属した者が多く、ロシア系や東欧系をルーツに持つ人が多いことから、新冷戦にも攻撃的な姿勢を持っている。2014年に起きた、ウクライナの政変にも、ジョン・マケインら共和党のネオコンや、ビクトリア・ニューランドら、バラク・オバマ政権のネオコンが深く関与していると、されており、 ロシア側がクリミア編入に至った経緯として不登校であるクリミア半島にナトー軍の基地が設置されたイロ建制の拠点とされることへの懸念があったとされる。また民主党にはヒラリー・クリントンをはじめとしてロシアに対して強硬的な姿勢を取る勢力がおりそのリベラルな政策からリベラルホークと言われバラク・オバマもこれに該当する。リベラルホークは ネオコンと共にトランプ政権とロシアの関係を厳しく追求しているなど反路強行姿勢を貫いている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。